はい、3種目目、はい、3種目目、鉄椎、これ新しいバージョンですね。そう、ここにそう足フットプレートがついてて踏ん張りやすくなってるタイプのマシンと。坂本くんもう大絶賛だよね。もう一回一台の確定かなっていう。いや確定これはマジでいいですよ。あの坂本くんがもうね1時間でオールアウトする理由が分かると。うん、なんか本当に長くできないって久しぶりですよね、うん、本当にやりたくても動かないからもうやめざるを得ないみたいな。なんか初めて綺麗に1時間で終わりそうですね。だからまあなんなら1日これ綺麗に1部1時間だったら3部位まではいけそうですよ。あそう、あ3時間でね。そう3部位、3時間で3部位できるんだったらね。まあ俺の体力は無理だけど、まあ、適当な体は知りやん。一回そう飯食っていやいいよ食ってめちゃくちゃいいっす本当に。よかった今日誘って、はい、まあこれもう言えば押すだけみたいな。そうそうそう、最近の使い方としてはボトムで1回抜いて押すっていう、この抜きが必要。ほら、うん、1、2、これぐらいの点ですね。あ、すごい、これは。残ったまま押すと腕指定になっちゃうので、うん、1回抜いて肩肘っていう順番で押せるんで。わかりました。あの究極の内繊維ですね。そうそう、めっちゃ収縮強いマシンだなっていうのと、うん、だいぶこだわり抜いてるのは分かったので、もう今ので大体わかりました。ちょっと最初若干崩れるかもしれませんけど、はい、やりたいことはわかりました。なるほど、はい、腕で押すんじゃなくて脇締めてしっかり内繊維させろってことですね。いやすごいな、これやっぱすごい考えてますね。それで胸のストレーションがどうなっちゃうのか楽しみですね。うん、うわ3、4、こういうことか。5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、okay. 30、いや、ちょっと僕は軽いんで。軽かった4、5、6、7、8、9。ごめんなさい、ちょっと軽すぎました。40いこう、40。ああ、いい、せや、つや、うまい、うざ、これはめちゃくちゃ噛む。すごい心臓がついてるみたい。一番やばいのは僕左右差あるんで前鋸筋パンプアップしないんですよ。前鋸筋が、そう、前鋸筋出るって相当やばいですからね。相当やばい、いや相当やばいほど胸張れちゃうマシンなんですよ、意識してなくても、うん、これはあ、すごい、すっげえな、やば、いや、めちゃくちゃ坂本くんすごいよ、今年出ますね。ちょっと上げようか。ちょっと上げようか。そうですね。いやー、すげえな、マジで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ちょっと待ってね。はい、はい、もう本当にクリティカルヒットですね、完全に。クリティカルヒットしてる。気持ちいいな、見てて。胸真っ赤になったね。なんか出てきましたもんね。うん、最高です。
そこまで、ここまで。何筋なんですか。これ下部の筋肉。あ、でも下部ですよ。あ、すっごい分かりやすいです。下部なの。下部です。多分。マニフィみたいな。でも腹部にくっついてて下部だと思うんですよ。でもあの多分。いや、俺の下部のイメージだとさ、これだと思ってたんだけど、違うんですよ。これ何これ。前胸筋でもない。大胸筋でも小胸筋とかじゃなくて小胸筋。でも小胸筋から来てるんで小胸筋かも。小胸筋が見えちゃっててやばいね。こんな簡単に出ないっすよ。勝手に出る。主張激しくなっちゃってますね。ポーズ取った時の密度がね、すごい。僕自身も今これ初めていたことを知りました。あ、そう。住んでたことを気づかなかったです。パンプしてちょっと出てきたみたいな。そうそうそう。すごいポテンシャルだな。メモ取るの忘れてますもん今。ああ。後で僕取り直します、ね、やったのは覚えてるんで、行けばなんとかできるって感じですね、うん、これレッスン使いやすいね、乗ってみたら。そうなんですよね。抜くところしっかりしてれば、押せれるぐらい回復させれればこっちのもんなんで、これがいいっすよね。これがテコの原理というか、そうって、うん、サイドレンズとかもさ、ブラブラしてるから効くわけじゃん。マシンとかもガーンって打ち合うから。そうですね。本当にブラッとしちゃう。はい、これ本当収集はめちゃくちゃ分かりやすいです。このブラブラを使ったエクステンションがある。あ、いいっすね。すげえ効くの。ちょっと予想できないですね、ただ。あ、でもなんかもう、入れただけで、わかります。初動で見れるでしょ。うん、そうなんですよ。なんなら、またさっきの、小胸筋、主張してきますよ。すごいな。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3。もう1セット。よし。1、2、3。うまいな、使い方。慣れてきました。この癖なんですね、全体的に。もう多分他のもだいぶ慣れてきた気がします。癖は掴みました。パンプアップに持ってきたいですね、逆に。そうだね、会場に。会場にね。ダブリか。車に入るサイズだった。車に入るサイズ。頑張れば入りそう。40度からこれぐらいの大きさだったら入る。全然入りますよね。商標登録して、あざみさんがもう作ったマシン。でもこれだけ。だから作り真似されても別に。あ、いいよ。あ、なるほど。鉄椎っていう商標だけで特許は取ってないんで。あ、そうなんですか。いや、いいマシンだな。